三賢とは炎帝頼光水君を総称する言葉の一つである。昔炎樹にて金の塔が落雷にあった。居合わせた3匹のポケモンは焼け死んでしまった。しかし奇跡の炎によってその3匹は死を超越した。はいどうも、サオでございます。久しぶりにね、考察をやっていきたいと思っておるでございますなんですけど、これはね、炎帝頼光水君は僕がね、一番好きな、純伝説なんで紹介したかったんですけど、いろいろね、新しい新説みたいなものを考えようかなと思ったんですけど、なかったんで、今まで通りの、有名な都市伝説の方を肉付けしていきたいと思います。はい、行きましょう。まずこの説を深掘るためには、この3匹のポケモンはデザインを担当した漫画家の斉藤宗男氏によるとですね、炎帝はライオン、水君はヒョウ、頼光は虎なんだそうです。デザインの道筋的には各属性のエレメントを背負った精霊もしくは神様を目指したらしいんですよね。つまりこれは三賢ではなく三猫であるというね、まずね、一つ新事実が生まれたところで、そして公式的にはですね、こちらの3匹をですね、なんと呼んでるかっていうと、伝説の三聖獣として言われております。ああ、これ猫か犬なのか分からなくなりましたね。そしてこのポケモンたち3匹はですね、先ほど言った通り、冒頭で言ってる通り、エンジュシティにおいて金の塔なのか分かんないですけど、で今の焼けた塔ですね、もともとは焼けた塔は金の塔という場所でした。こちらが焼け落ちた際に亡くなったとされていますが、それを悲しんだ法王の聖なる炎によって復活を果たしたという伝説が残っている。でこちらはですね、ジェネレーションズではですね、確かに法王が蘇らせている感じはありますので、ガチかなみたいな感じになるんですけど、いやいや、法王何死すら超越できるみたいなね、神様ですよね、そんなっていう話になるんですけど、同じくポケモンジェネレーションズではですね、法王に復活される前の姿が影みたいな感じで描かれてるんですけど、犬なんですよね。ポケモンジェネレーションズはゲームで描かれなかった、サイドストーリーを描くよみたいな、ところに重点を置いてるんで、犬の姿なんであれば僕はポケモンジェネレーションズのあの姿を信じようかなってところで、三賢でいいんじゃないですかってところですね。つまりですね、とりあえず鳳凰というポケモンの存在で、この3体のなんか犬か猫かわからんポケモンが、一回復活をしているというところで、そしてこの3匹のポケモンは生前は別のポケモン、もしくは生き物であるっていうことが明確に分かりましたよね、ジェネレーションズのおかげで。では彼らの生前のポケモンは誰なのでしょうか。ここで有名な説を紹介します。 EV の進化後3体説、これめちゃくちゃ有名ですよね。シャワーズ、サンダース、ブースターなんじゃないかっていうところなんですよね。はい、シルエット全然違うよってところは一回置いといて、焼けた塔の解説をしていきます。100年以上前の落雷によって火災が発生し、金の塔が消失、そして3匹の名のないポケモンが絶命、そして法王の手により蘇り、頼光、炎帝、水君になったという伝承があります。これ何回言うんだって話なんですけど、名もないポケモンっていうところですよね。なのでポケモンなんですよ、動物じゃなくてね、生物じゃなくてポケモンでしたと。で、名もないポケモンとされているのでは、一般ポケモンのブースター、サンダース、シャワーズではない可能性も出てきますよね。ではこう考えてみましょう。 EV が多種の進化先を持っている理由として、 EV そのものの遺伝子が不規則であることが考えられております。進化の石の放射線や様々な環境、またはトレーナーの愛情によって遺伝子が変異を起こすため、すぐに姿や形を変えてしまう貴重なポケモンなんです。
つまりこういった理由で非常に貴重な存在として扱われており、実際 EV が生息している場所は極めて少ないので、まだ江戸時代には名前がなかったのかもしれません。ではなんで江戸時代っていうワードが出てきたのかっていうと、金の塔が焼けたのはですね、現代社会でいう江戸時代ぐらいの話なんですよ。まあジェネレーションズでもあのちょんまげのねお兄さんたちがいるのでね、まあ現代社会でいう江戸時代ぐらいの時系列になりますので、ポケモンの研究自体はまず間違いなく進んでおりませんよね。そしてさらに EV がまあ非常に希少であったというところから、名前どころか姿すら知られていなくても矛盾はしないんじゃないかっていうところで、まあ、どんどん近づけていきます。では最後に、犬なのかですよね。 EV が犬じゃなかったらこの説はダメなんですよ。ジェネレーションズのあのシルエットの3匹、まあ、デフォルメして犬にしましたよと。でも EV が猫だったらそれはもう成立しない。今から EV が犬であるっていうことを証明しに行きます。ここでポケモン GO の、公式のツイッター見ていきましょう。でこのポケモン GO を参考にできるのかって話なんですけど、別になんか犬であるかどうかは別にどのね作品でも変わらないのでね、まあ、ポケモン GO を参考にしていきましょう。こちらのツイートです。本日から2月17日までガーディ、イーブイ、ブルー、ポチエナ、落雷をゲットするといつもより多く星の砂をもらえます。わかりました。これポケモン GO 犬年のイベントでEVの出現率アップ。犬、これ犬です。ということで、あの鳳凰に復活させられた3匹の犬は、もともとはシャワーズ、サンダース、ブースターだったものがエンテイ、ライコウ、スイ君だったというところで、信じるか信じないかはあなた次第っていうところですね。どうすか、まあ、めちゃくちゃ頑張ったよこれ。だってなんかそんなソースないからね、うん、まあ、別にその3匹じゃなくてもね、なんかね通用するしね、まあ、みたいなこと言うとね、まあ、よくないんでね。はい、じゃあこっから予断していこうかなと思います。このライコウ、エンテイ、スイ君、この3匹の、頭文字を並びですね、並び替えますとこうなります。RSE ですね。こちら次回作の示唆をするポケモンであった可能性があるということで、ルビー、サファイア、エメラルド、めちゃくちゃ綺麗ですよねこれ。本当だったらてか本当なんでしょうねこれ。めちゃくちゃ綺麗だよルビー、サファイア、エメラルドになってんのは。しかもこれ考えてなかったら超奇跡だよねみたいな話です。それでは最後に、彼らが譲渡地方を駆け巡り、なかなか捕まえさせてくれないのはですね、死を超越したポケモンを人々は恐れたんですよね。これは本当に恐れました。やっぱりね、まあ死んでいたものが生き返るっていうこの神秘の力はね、まあ、裏返せば、脅威につながるものなので、石を投げたりして、スイ君たちを遠ざけたのは人間たちなんですよね。人々は3匹のポケモンを恐れ、3匹を怖がり攻撃したというところで、まあ、人間たちを信用してないんですよね。だからあんまり捕まえさせてくれないし、逃げちゃうんですよ。特にまあスイ君に対してはなんか人間をなんか俯瞰してる感がすごく強くて、なんか高次元の存在感強くないですか。なんかねプレアデス星人的なねノリのね感じを感じるんですよねスイ君には。だから好きなんです。はい、というわけでございました。まあ、にしてもね、あの逃げていくシステムっていうのはね、めちゃくちゃうざいですよね、あのマップ見てね。まあ、あのラティオス、ラティアスもそうですけれども、まあ、唯一嫌いなところかな、この3匹の。まあ、最近はめちゃくちゃ捕まえやすくなってるけど、キンキン時代ではなんかもう、なんで今会うんや、みたいな時にね、あのスイ君とか、ライコとか、エンテイとかに、なんか会ったような記憶がありますね。まあやっぱでもその3匹の中でもスイ君ってやっぱり特別視されてて、なぜかクリスタル版ではねスイ君がパッケージを飾るっていうね、めちゃくちゃね名誉高い、名誉に溢れたね、感じになってるんでね、はい、これからもまあスイ君のことを、推していきたいと思いますので、こんなアイコンをね今回書いてもらいました。ありがとうございます。これねあのモンストのねボール絵みたいな感じで
スイ君が後ろで精霊になっているらしいです。はい。でね、まあ今回はアイコンを作ってもらいましたというお話でした。ご視聴、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。